ハイブリッドチャンネル始まるよ。こんにちは、ハイブリッドちゃんです、今日は長野市内に来ております。今日はですね、荷造りの、お勉強をしてくださいということで、やってまいりました。そして今日はその荷造りの、得意な方、はい、お呼びしておりますので呼んでみたいと思います。では原山さん、お願いします。原山さん、こちらから、あ、原山さん、こんにちは。今日は、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この紐を使ってですね、荷造りがお得意だということで、はい、はい、やっていただけます？はい、お願いします。お願いします。じゃあまずその様子をどうやって縛るのかというのを見ていきたいので、お願いできますか？はい、お願いします。暇で、はいはい、もう手元がちょっと分かんないですね。何やら結ばってますが、あ、もうここ結ばってますね。すごい、いつの間にやら複雑な結びになっております。これで、はいはい、あら、この途中にね、こうポチってあるのが、これがねポイントですか。これあった方がいいんですね。じゃあ、すごい、あっという間、あっという間です。あっという間に椅子とこの棒がつながりましたね。すごい、原山さん素晴らしいです。すごいです、あっという間に。この時はどう、簡単に、そうなんですか。簡単に解けちゃう。あら、本当だ。ここ途中にポチってあったのはね、ただ、挟んでるとか曲げてある。曲げてあるんですか。これやってあるとなんか、このままです。これ、この輪を作るために、あ、輪っこを、この輪っこを作るためにこうしてます。へー、輪っこは何のために。これはロープ通して、ここにもう一本ロープが通るってことですか。すごい、そのためのすごい。原山さん、もう原山先生とお呼びしていいですか。もう素晴らしいです、原山先生です。もう一人、お一人先生が増えました、ロープの先生。ハイブリッコちゃんに荷物としてくくりつけてもらってもいいんですか。え、やった。じゃあいいんですか。はい、じゃあここでいいんですか。お願いします。結構ぐるぐる回ってるんですね。頑丈ですからね。
先生捕まっちゃいました。捕まえました。あ、捕獲、ハグリコちゃん捕獲されました。先生、普段生き物は縛ってますか？縛りません。縛ったことは初めて。あ、初めて、やった。生き物縛られました。ありがとうございます。はい。本日もハグリコチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハグリコちゃんは Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。Thank you for watching Hybrid Channel today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.